サーです。今回はこちら、デリシャスパーティープリキュア、デリパプリキュアのキャラクターコメコメのキャラケーキを作っていきます。はい、キツネの白キツネ姿のキャラクターなんですね。おむすびを持ったキャラクターになります。はい、おむすびフォームにね、チェンジしますよね。その姿も可愛いんですが、今回は元の姿、お手手におにぎりを持ったものを選んでみました。はい、参考にしたものはこちらになります。キャラクターページのところの絵かな。ケーキの型は底が取れるもの5号の型を用意しました。この底の大きさに合わせて切ったオーブンシートや写し絵の紙などをこんな感じでイラストの上に重ねて油性のペンで写し取りました。ひっくり返すので油性のペンの方がラインが分かりやすくていいかなと思います。この絵をひっくり返して型の上に載せます。その上にジップロックなどのフリーザーバッグを同じく型の大きさに切って重ねていきます。こちらの3つがずれないようにテープで留めます。くるっと一周留めましょう。はい、くるっと一周留めるとこんな感じ。テープとテープの間をめくってみたときに、イラストのところまでめくれ上がらないか、そして、歪みがないか、たるみがないか確認してください。ちょっとここ、寄っちゃってますね。っていうときには、この寄った部分を外して、もう一回、引っ張ってきれいに貼ってあげます。ちょっと間隔が問題かなっていうときには、さらに、お隣、止めてあげましょう。はい、これで大丈夫かな。では、この上をチョコレートでなぞり書きしていきます。はい、こんな感じで滑らかに溶かしたチョコレートを用意します。今回は明治のミルクチョコレートを使いましたが、どこのメーカーのものでも構いません。こちらを3、4かけ深めの器に入れて、湯煎で5分ぐらい放置したものがこちらになります。放置した後混ぜてあげると滑らかな仕上がりになりやすいです。はい、ではチョコを爪楊枝の先につけてラインの上に乗せていきます。はい、コメコメ細かいところも多いですね。はい、おにぎりの部分などは新しい爪楊枝を拭い取ったチョコレートを拭い取って綺麗に先がチョコがついてない状態になった爪楊枝を使って書いていきます。おにぎりのモコモコっとした感じ、一つ一つちゃんとモコモコさせてあげます。ちょっとラインが整わないなーっていう時には一回こんな風に書いてから新しい爪楊枝でラインを整えてあげます。ちょっとひっくり返してこのくぼみのところがくぼむようになぞってあげると、もこもこします。ちょっと細かい作業なんですけれども、これをやってあげるととても可愛くふわふわとした感じのおにぎりになります。はい、おにぎりができたら襟周り、そして足のあたり、このハートの部分ですね、綺麗にできるところを確認しながら作業を進めていくといいかなと思います。あとは目の周りですね。目の部分は内側が白くなってるので、なるべくこのラインの外側は黒なので、外側の方に合わせてチョコを引いてあげると白目の部分がしっかり出て可愛い仕上がりになります。黒いのがこの目の部分とおにぎりの海苔の部分だけなので、もし黒い食用色素用意できなかったよという人はチョコレートでここを埋めちゃいましょう。今回私もそうしようかな。はい、こんな感じで埋めていきます。白目の部分、内側の丸描いてから必ずこの
チョコは入れてあげましょう。そうすると形がきれいに整います。で、最後は新しいつまようじやきれいにしたつまようじで拭い取ってバランスを見て形を整えます。拭いすぎたら内側から広げていくっていう感じですね。いろんな方向からチェックしてあげることで綺麗なまん丸のお目目になります。はい、これでもなんか違和感なさそうですね。おにぎりの海苔もちょっとやってみよう。良さそうです。はい、このパターンの方が用意する色少なくてもいいかもしれないので、今回はこちらでいきましょう。はい、ということで残りのラインに頑張ってチョコを置いて完成させてしまいます。チョコでのライン書きが終わりました。ではこちらは冷蔵庫か冷凍庫でしっかりとチョコレートが固まるまで冷やしておきます。その間に色付けのクリームの用意をしていきます。はい、では続いて色付けのクリームを作っていきます。こちら製氷機に用意したのはホイップクリーム、植物性のもの、1パックに対して大さじ1ぐらいのお砂糖を加えて約1分から1分半ほど泡立てたものになります。それをこちらに用意しました。そしてこちらに用意した食用色素はスーパーの製菓用品売り場に売られている粉状のもの、こちら付属のスプーン1、2杯に対してお水1滴ぐらいで溶いています。今回量少なくていいのでそれぞれ1杯ずつしか入れていません。水も1、2滴ぐらいで大丈夫なので水を入れすぎないように注意してください。はい、今回赤だけでも作れるかもしれないんですけど、ほわんとした色を作るときにちょっともしかしたら黄色も必要かなということで一応用意しています。なので最終的には使わないかもしれませんが、はい、見ていてください。まずは赤のお隣に少し取って目安になる色を作っていきます。この色何かになるかな。もうちょっと薄めればここの色になりそうですね。じゃあここの色を取ってお隣に移します。はい、これを薄めるだけで何ができるかをまず見ていきます。はい、これを見るとここの色がこの色で良さそうですね。明るい部分の体の色できました。この色を使いましょう。じゃあこれで1杯分だったので2杯分ぐらいを横に、はい、こんな感じで入れていきます。3杯ちょっとこっちクリーム1杯だったので入れましたけど、どうかな、もう1杯ぐらい入れてもいいかな。はい、そうするとこんな色、お隣と合わせながら見てみると、どうかな、もうちょっと濃いめに入れれば、黄色を入れずにこのまま使えそうかな。私の目から見るとちょっとほんのちょっとだけ黄色入っててほしい気もするんですけど、はい、で残った色を見てみるとこんな感じになってるんですけど、はい、この色よく見るとこの足のね、肉球のところの色に近い色になってるのでここに合わせていきましょう。これだと濃いかな、どうかな。あ、でもいい感じに濃いピンクな感じなので、ではこの色を足元の色に使っていきます。はい、これでこの部分、この部分、この部分の3色ができました。首周りのこの赤い部分ですねの色を作ります。これは本当に少量なのでクリームを取ってつまようじの先にこんな感じつけて混ぜていった方が簡単に濃い色を作ることができます。はい、作った色を横に置いておきます。はい、あとは口の中の下の部分の色ですね。これをどういう風にしようかなと思ってるんですけど、はい、まずはちょっと上のところに赤を取ります。ここにやっぱ黄色必要かも。特
他の色で代用しても構わないんですが、同じ色にしたい人は黄色を取って混ぜていきます。そうすると、はい、わかるかな、もうちょっと黄色入れないと効いてこないかな。はい、優しい感じの色になってきたの分かりますか。黄色を入れることで少し薄まってしまうので、さらに赤とかも足してバランスを見ていきましょう。そうすると、はい、優しいこんな感じの色になります。はい、似てるんですけどちょっと違うの分かりますかね。オレンジっぽい感じ。これを口の中に入れていきます。下の部分の色になります。はい、ここの尻尾の色リアルにしたい人はどうせ作っちゃったので、この色を薄めるとより近い色になっていきます。ほんの少し黄色を混ぜるって感じですね、の色になります。はい、上下の色でちょっと違いが分かる人は分かるかな。こっちの方が近い色なので、この色ですね。なのでお好みで使い分けてみてください。黄色を用意するのがちょっと大変だなっていう人は上のラインで作ってあげてもいいと思います。色作りは以上になります。では作った色をどんどん塗り入れていきましょう。はい、では色を入れていきます。鼻の部分なんですけれども、私ちょっとね枠を取ってしまったんですが、中の色が茶色でした。なので、ココアをお湯で溶いたものをこの中に少し入れて、ただかき混ぜて、こんな感じで茶色のクリームを作りました。これが面倒な人は、はじめにチョコのライン書きの時にもう埋めてしまってもいいと思います。ここポチッとだけなのでね。続いて下の部分を塗ります。周りにはみ出さないように真ん中あたりに置いてからチョコのラインの方に持っていく感じにすると綺麗に埋まるかなと思います。ちょっとクリームの色が足りなかった時は真ん中に足して外側に広げていく感じにしていきます。クリームの入れる高さはチョコのラインまでが目安となります。そこからはみ出してしまうと外に色が漏れ出しやすくなるので注意しましょう。では続いて赤いところいきます。取っておいたクリームを取ってのせていきます。今回ちょっとこの影の部分はもう同じ色を入れます。ほんの少しなので、ここでちょっとはみ出すリスクを抑えるために濃い色ではなくこちらの色をそのまま広げていく形にします。こちらも極力広いところに少し乗せて、それを端に広げていくスタイルにしてください。はい、続いては足の肉球のところ行きます。つま足を先に取るぐらいで構わないので、これをまずハートのところに広げて、ハートのところを目安にしながら他の部分のクリームの色を取って入れてあげます。本当につま足の先のこの量で十分なんですけれども、ちゃんと中に入るように押し込んであげてください。じゃないとこう固めた後に取れてしまう原因になってしまいます。はい、ここまで塗り終えたら影の部分を塗って、こちらの口の周りを塗ります。そしたら一度冷凍庫に入れて休ませます。この影の部分の色分けをしない人は体の色の方を先に塗ってあげてください。で、ここを残して冷凍庫に入れて 2,30 分凍らせます。はい、2,30 分ぐらい冷凍庫で休ませた状態がこちらになります。この塗った影の部分や口の周りの部分凍ることで隣の色を入れやすくなります。塗った部分に触れないように
寄せるようにしながら残りの色をすべて入れてしまいます。広いところに入れて爪楊枝で寄せていきます。ラインの部分にはクリームを寄せる感じにして爪楊枝ではつつかないようにしながら入れていきます。はい、であとの塗り方は同じなので端の方まで真ん中に置いて寄せてあげます。たまに角度を変えてきっちりと端の方まで入れてあげます。はい、クリームの高さには注意。はい、色の部分は塗り終えました。白い部分を塗る前に私はもう一度冷凍庫で凍らせていきます。はい、残りの白い部分にクリームを入れてさらに周りもこんな感じで囲って冷凍庫で1時間ほど凍らせました。こうすることで後で上からクリームを入れた時にチョコレートの部分に隙間ができたり割れたりすることを防いでくれます。はい、ではこれを型の中に入れてこの上から色付けの際に残ったホイップクリームをもう一度泡立て直して8分立て以上にしたものを流し入れます。もう一度泡立て直さないと凍らせた後溶けた時に流れ出してしまうのでしっかりと泡立て直してから入れてあげてください。はい、色付けに残ったクリーム8分立てこれぐらいですね。テロンとした感じではこちらを流し入れて平らにしていきます。はい、トントンとしてあげると平らになります。ではこちら冷凍庫に入れてしまいます。はい、3時間以上しっかり凍るまで冷凍庫で冷やし固めました。ではケーキの上に乗せやすいように型から外しておきます。カップを引いた上に乗せていきます。型の周りを手で温めてぶるっと 1,2 周くらいですね、温めたらひっくり返してラップの上に乗せます。はい、そこ押すまでもなく外れちゃいましたね。底の部分が外れたらテープを取っていきます。はい、テープが外れたら軽く外側に引っ張って完全に型からこうテープを外していきます。型の部分を外していきます。お、出るかな。下絵も外します。可愛くできた感じがする。そしたらジップロックの部分にテープをくっつけていきます。ラップにくっつかないようにするためです。あとはラップでくるんで時まで冷凍庫で保管しておきます。数日保管したい時にはさらにジップロックなどに入れて保管しておくと匂い移りを防いでくれます。はい、ではケーキの上ができたのでこちら上に乗せて仕上げをしていきます。このように準備ができたら初めて冷凍庫から取り出します。ラップを外してまだジップロックの部分は外れてないのでこのまま手に持ってケーキの上に乗せます。位置が決まったら軽く押して下のクリームとなじませて固定します。テープの一箇所を持ってそっと上に引き上げるようにして剥がしていきます。ちょっと遊ばせながら剥がしてあげると綺麗に外れやすいと思います。はい、こんな感じ。では周りにぐるっと一周クリームを絞って飾り付けをしていきましょう。クリームを絞り終えるとこんな感じ。あ
ストは今回はこちらのジュエリーシュガーピンクとトッピングのキラキラハートシュガー、そしていちごで飾り付けをします。はい、ということで飾ってみるとこんな感じ。今回のいちごは小さめで丸っこい感じのフォルムのものを選んで飾りました。色を統一することで可愛らしい優しい雰囲気になったかなと思います。はい、今回参考にした絵と並べてみるとこんな感じの仕上がりとなりました。はい、というわけで今回はデリシャスパーティープリキュアのコメコメのキャラケーキを作ってみました。いかがだったでしょうか。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。